まあ、そこに向いて2年やってますから、そうなんです。まだそこまで商談がないんで、数字は伸びとるけど、まあちょっとまだまだだな。でもお前はもう社長クラスじゃないんだ、店長クラスだ。今もなお、今もなお店長クラス。君みんな3ヶ月になって、まず私は別に全然できるよ。今の状態で2人で1500万円いけるかっていうと、ちょっと厳しいな。数字達成できなかったら、正直ちょっと強く言わせてもらって、僕としてはまあ正直撤退したくない。一回社長に直談判しようかなと思って。本当にリアルな、あの辛口なコメントで全然構いませんので。自分で全部やっちゃうから下は伸びてこないです。また俺炎上するんだろうな、これ。はい、1年半とか。ああ、そんなに。あ、まあ常駐じゃなくて、ちょこちょこ。ちょこちょこ。防水工事の時にお願いします。あ、防水か。そうです。あ、防水だけだ。防水だけだ。すごい。しかし、奇抜な色だ。お客さん、チョイスですけどね。はい、ディズニーのが好きで、あ、ディズニーのイメージだ。あー。ディズニーのイメージで。あ、なんか熊のやつのイメージだ、これだ。パプンツェルの城の、かなんか、メルヘンチックな家。あ、そう。そのディズニーが好きで、うん、うん、ディズニーっぽい色はっていうふうにお客さんが選んでいただいている、うん、どうですか、あの、あ、邪魔ですか。あ、ですです。1です、1でやってみます。どれですか、あの家ですか。はい、あ、私も、はい、家に姉がいるので。あ、マジですか。あの、家主がいるので。あ、お兄さん。お兄ちゃん、自分の兄の家なんですよ。はい、はい。おいくつなんですか。え、見えない。ちょっともう一回サングラス外します。30。結婚されてるんですか。してます。子供だけ残していったので。ああ、そういうことですか。いきます。ちなみにもう僕は横浜で偏差したのがあるんですけど。え。どうですか。どうですか。うん、え、どうですか。もう一人おるじゃないですか、あの坂下って。はい、あれどうですか。結構現場調整やってくれるんで助かります。まあ、管理だよね。でも営業じゃないよね。そこが難しいんだよな。本当に助かってます。は、助かってます。俺も助かってない。いや、すいません。行きましょうか。ちょっと、じゃあ、また優勝します。優勝して。どう出る？あ、お願いします。おー、こんにちは。カメラいいですか。はい。大丈夫です。大丈夫です。よろしくお願いします。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんなちっちゃい。おー、こんにちは。こんにちは。まあまあ、ちょっと挑戦した色がしました。そうなんです。皆さん、何されてるんですか。日本語。日本語？え？え？あ、そのリフォーム屋さんがじゃあうちは選んだけど。あ、そう。田中ちゃん。リフォームさんで。あ、マジですか。めちゃくちゃ会いたかったんですけど、さすがに今日仕事だっていう。あ、マジですか。これって色って、言われるかな。もうこの奥さんと旦那さん、もう一致でこの色。いや、もともと、この2色選んだ娘が。あ、近所じゃん。わからないですか。いや、なんかあの、なんか、財津和夫かなんか、真っ赤と白の現れてる。横浜からだからね。そうね。で、うち選んだきっかけは何なんですか。その、まあ、YouTube 見てて。そうです、そうです、そうです。奥さんを見てたんですか。私も、あの、あんまり見てないですよ、実は。実はこいつ知ってたんですけど、はい、オープテックから知ったんですよ、私は。あ、へぇー。そうなんですよ。で、パパはもともと、あの、道場さんを見てて、はい、親方くん出てるよって言って、はい、あ、ほんとだってなって。あ、マジですか。そうなんで、魔術師で、さんができたから、はい、そこに頼もう。はい。じゃあもう横浜に来てくれるんだけど頼もう。もうそこになって2年やってますから。そうなんです。2年前からあるのってご存知ですか。ちなみに横浜支店が。知らなかった。ちなみに2年やって、まあ、黒字化にして、まあ、頑張ってるんですけど、うん、いまいちのリンクから、たたらむかって話をしますよ、今。いや、やめてください。で、これ結構、愛知県におる時ですごい店長クラスみたいな感じで力あるんですけど、うん、やっぱこっち来ると、やっぱまだそこまで商談がないんで、うん、いや愛知県も今忙しいんで、もうなんか人が使うのがちょっと苦手なんですよ。優しすぎるんですよ。いや、そんなことないですよ。いや、ちょっと横浜支店話聞きました。会議寄れたら寄るか。ちょっとまだ分かんないですけど、やっぱ同業ってやっぱ
そうですね。全部お願いします。貼ってあげてください。じゃあ、あの、水さん紹介していただきます。タウンダウンって言ってましたもんね。そうなんです。残念だわ。子供生まれたばっかり。あ、そうですね。まあ、これおるっすね。不倫でもいいっすよね。はい、じゃあ、とりあえず OK。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。あ？そうだろう。はい。この事務所も虫が多いんじゃないか、お前らし。虫、声で分かるんだろ。さっさとやしたの。ないです。はい。お前のタイプでどうしてるか分からんけど、はい、でもお前の課題でしょ。課題だと思ってるの、そこ。そうです。ん？思ってるのかって。思ってます。あ？一人です。持ってんの？はい。だからな、まあ、もちろんこれ黒字ね、まあカメラ回っておいてあれだけど、まあちょっと視聴者の皆さん、今日はね、今事務所来てちょっと一回打ち合わせしたから、まあ数字は伸びとるけど、ちょっとこの店舗の状況で部下の教育が、まあちょっとまだまだだな。タコレ炎上するんだろうな、俺。はい。ちょっとね、カメラの前でちょっとカメラ回ってないところで話したときあれですけど、横浜店としては数字は黒字、2年間やった2年間です、はい。うん、ね、まあいい。だけど、もともと横浜に来た時の目的って何？まあ、こっちで戦力強めて、今関東部だよね。今日のお客さんもまあたまたま近くのことであれだけど、はい、まあ、YouTube とかもやり始めた時期で関東出店して1店舗じゃなくて、はい、まあ、愛知県も抜いてやっていこうっていう状況の中、はい、まあよう頑張っとるとは思うけど、ね、ゼロの中、集客もゼロの中一回やって、だけどまだ実際にじゃあ愛知エリアの1店舗にも勝っとる、劣っとるでな。そうです、うん、数字として、そうそう、でプラスやっぱその教育の面だよな、まあ、分からんけど、でお前のそのまま回答、まあその、はい、で俺はまあ今ちょっとカメラ回ってなかったとかちょっといろいろ話しとったんですけど、はい、まあね、なんかこの意識がまあね足りてない、今カメラに向かって参ってるけど、まあ、意識っていうのはまあお前もちろん力ある人間だと思うんだけど、まあ、ほんでいいやってなんか満足しちゃってんだよな。視聴者がついてこれてね、もうちょっとね、キリキリキリしてるんだ、頭がね、あれですけど、うん、まあ、結局、現状維持なんだよね、考え方がね、はい。回ってます、やれてます、できた。扉でも大丈夫じゃねえだろってね、大丈夫じゃねえから、ほんとだろ、お前。は？まあ、今後どうしていきたいの？その前かな？そうですね。まあ、今の現状維持だと正直人も増やせないで、まあ増やせないで、まあ結局はそこの数字を今愛知の店舗の数字まで持っていけるように、1店舗あたりの数字まで持っていけるようにがまず第一の目標かなと思ってます。なんでまあそれでやっと人、まあ本当にパートさんなり入れるなりして、まあ、人員増やして、まあ、そこからじゃあ次の目標が、まあ、数字としてこれですっていう形でできたらなと思うんですけど、今現状の、まあ、これぐらいできてますよっていう数字って、うん、まあ、正直2人で十分っていう数字なんで、うんうん、まあ、同じことになるけど、はい、うん、いや、じゃあ桜下はどう成長させなかったのか、人間だぞ。そうですね。じゃあ給料下げる話しろよ、お前。お前リーダーやっとんだろ、はい、お前が財布預かっとんちゃうのか。そうです。だからついてきてくれたさ、職人さんとかもさ、はい、お客さんもそうじゃん、はい、だからずっとさ1000万円やってます、はい、でも回ってます、お客さんもそれなりのもの提供してます、いいやん、やる必要ないのに突然なんか他におるやん、はい、うん、これぐらいのサービス提供してるとかおるでしょ、こっちだったらまだ売り替えはちょっと別だよ、愛知県けど、外れになってるじゃないですか、もう足足。だけど、自社に抱えないと、この規模じゃん。はい。もちろん。まあ、飲食品さんに巡り合えたもん、その足さんに今後頼むのもいいんだけど、はい、3、5億になっても。だけど、ね、
いや、もう現状だったら、せっかくお前死んだ仕事で連れてきた人に、お前失礼だと思うけどね。それはだって俺に対しては失礼とか思わんでいいよ。別に俺はお前が金のためでやっとんだから。はい、だけど、ね、あいつも先の下にも、お前が失礼なことやっとんだよな。そう思うけどな。大変だよ、これ。動画もテンションが上がるから。僕でもそれも聞き飽きたんだよ、はい。もうこれ本当に動画になるから、はい、まあ言いたいね言ってるからまた、はい、急に見ますけど、もう聞き飽きたよ。はい、報道しないですよ。365日もあるんだぞ。はい、何時間だ24時間、まあ8時間の間として。もう3200時間ぐらいあるんだろう。3200時間。1時間で1回物事考えたって、お前3200回考えると機会があったんだぞ、はい。変わらんないよ、お前。6000回目考えてるんだぞ、お前。はい、考えてねえからだろ。はい、いや、ちょっとまあまあ、年内あと3ヶ月ちょっとやってみよう。まず決定するのは別に一度にできるんだもんね。はい、年内決めた方がいいかもしれないぞ、マジで。はい、まあ、だお前自身もだってあれだろ、今こっちこや、店長任せられるんだし、お前はもう社長クラスじゃないんだって、店長クラスだ、はい、今もなお、はい、今もなお店長クラス、君は、はい、お前がやりたいって言っとったことと全然やっとるとはもう違うんだって、はい、お前やお前知るぞ、じゃあちょっと撮影一回考えよう、ありがとうございました。はい、怒ってたぜ、大変やばいっすね、はい、ま、早く、うん、いや正直まあ本当に何度も言われてることなんで、僕もそれを、はい、うん、やるやるって言ってやれてない自分が悪いっていうところは正直あるんで、はい、いや、はいはい、あ、すぐ行きます、行きます、だってあいつ30だってお前より行って、あいつの方が給料いいんだよ、桜井さん、でも愛知県だったら絶対ダメだ、もう残りだから、そうですね。だって水口もな、ショーとかがいいっつって、はい、残したいって言ったけど、いやダメだぞと。はい、結局高年だって真面目はいいけど、はい、2年3年経ってさ、はい、すいません。2年3年経って結果で良かったら、はい、結果本人がやってるじゃん。はい、データも超良いし、あなたも2年経っとるわけだろ、もう2年ぐらい経ちに、それだけじゃ湘南やしょ、それだけ2、3件で中途採用で結構な店員が私よだから、はい、本当店長大阪店長立花が店長がなかった、副店長、副店長がなかったそこだから、はい、もっと全然安いのかな、あいつ店長が、それでもダメだったよな、で正社員になるんだったら、はい、最初3ヶ月お試ししたもんで、はい、結果はね、負けた。でも本人の賞もいい子だと残したい。はい、ダメだ、はい。それでも来たいって言ったら今度はまあ、はい、やるならやれよ。はい、それが何さんねと何じゃやつやめていくんだって結果でやつが、はい。それで一番困るの。まあそうですね。まあ、投資したのにどうなっちゃいますか、ね。ぶっちゃけ桜井さんってさ、愛知県だったら残るってないと思う。俺が思ったら。まあ可能性としては。お前ならいいんだろ、だと思います、ってことはお前が悪いけど、はい、すいません、しゃべる、はい、急にカメラ回すもんね、あんなこれ使えるかないかしらね、お前が悪いけど、はい、お前があいつ、うん、あいついいとこいっぱいあるじゃん、そう追い込んだら伸びるじゃん、はい、そう、育て方で伸びるじゃん、はい、いや結果でも数字が出てないという、はい、結果がついてきて、まあ、現場があるとかしとって仕事を覚えてくるかもしれない、はい、2年だね、そうですね、2年だね、はい、社保証まで800万円かかったもんね、はい、800万じゃ基本だろう、給料だよ、もっといくやん、1000万超えしとるわけだぞ、はい、うん、それはもう一切なくなった、まあまあ、そういうわけじゃないんだけど、でもお前が悪いっつっとんの、はい、すいません、いや、いいかしら、俺はまあそっちで言っとると申し訳ないけど、はい、俺2年前にはチャンスが与えて、はい、まあ、こっちで結婚もして、はい、
がって緊張しません。これカメラ見るんですか、それともマセさん見たの。マセさんもどこ見てもいいんじゃないですか。はい、わかんないです。お疲れ様です。お疲れ様です、はい、横浜店が一応今年の9月で丸2年出店してから経過するんですけど、でとりあえずまあ先日で、まあ、まず僕もあんまり目標の話って多分基本しないしてないと思うんですよ。でただなんとなくそのじゃあ店舗増やします、ただ店舗増やすって言ってもじゃあ今の状態で2人で1500万円いけるかっていうとちょっと厳しいなとは思ってて、桜下さん自体にも今って全然見積もり案件もまあちょこちょこはお願いしてるとは思うんですけど、それをまあこれからどんどんウェイトをかけてって本当にじゃあ1年後の3年目とかにはじゃあもう桜下さんも見積もり渡したら全然見積もり回ってきてバンバン決めてきますねっていう状況、今のまんまじゃやっぱりできないんで、まあ僕もあんまり任せれないっていうあれもあって、なんで桜下さんにどんどん見積もり自体をまあ任せてって、桜下さんとしてはどうですかそこ。そうですね、まあいろいろこう横浜店の事情もあって増内さん自身も、まあ、触れない部分はあったと思うんですけど、はい、まあ、僕自身もやっぱり一つ成長していきたいなと思うので、はいはい、まあ、そこはぜひやらせていただきたいというのもあるので、はいはいはい、僕もそのじゃあこれ一件伸ばしたらやばいぞっていうところもあるんで、今まであんまり任されてはなかったんで、ただそれやってるとじゃあ桜下さんの成長自体がやっぱりつながらないんで、もうこれからはもう本当にじゃあ毎月こんだけ数字上げていきましょう、じゃあそのためには何件見積もり必要ですね、じゃあそれは渡すんで絶対持ってきてくださいねっていうふうに、もちろんその数字達成できなかったらまあ僕も強く正直言えないんですけど言えないんですけど、その正直ちょっと強く言わせてもらって、もう本当にやってもらわないといけないような、まあ、時期には差し掛かってきちゃってるかなとは思うので、もちろん同行してほしいって言われれば同行はしますし、もう一人でとりあえず行かせてください、数字持ってくるんでって言われればもちろんそこは任せるんで、はい、はい、じゃあ締め取りますか。締め取りますか。はい、二人合わせて、はい、横浜店頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、じゃあこちらもお願いします。はい、お願いします。見てる方もお願いします。いつもり以来お待ちします。お願いします。はい、社長が来た後日談なんですけど、はい、一応多分桜下さん楽しいですね。一応その先日社長来た時イベントで相談会、はい、いなかったと思うんですけど、一応言われちゃったことが、はい、まあ、数字的にはまああれなんだけど、正直この状態を維持だったら撤退するって言われちゃってて、なんでまあ僕としてはまあ正直撤退したくない、はい、そのまあ赤字続きでっていうわけではないので、なんでそのお客様とか職人さんとか、まあ、そういった人たちの声を集めて一回社長に直談判しようかなと思ってて、はい、でとりあえずその動画を集めたいなと思って今日はお客様たちに訪問させてもらってます。はい、じゃあ行きますか。はい、お願いします。はい、お世話になります。塗り替え道場の増内です。お世話になりま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 す。皆さんすみません、すみません、先日ありがとうございました。動画を協力いただいてすみません、皆様ご主人うちの社長に、はい、申し訳ございません。大丈夫です。ちょっと今日はい、お客様の声っていう形で、はい、ちょっとなんていうのか、まあ、申し上げにくいことなんですけど、はい、先日奥様が、はい、まあ、撮影協力していただいた時に、はい、ちょっと社長から言われちゃったことがあって、はい、すみません、さっきまで桜下いたんですけどちょっと次の現場って抜けちゃって申し訳ございません。はい、大丈夫です。今回実際に施工してもらった、はい、その工事について、はい、お客様の、まあ、感想をちょっと聞きたくて、はい、桜下に対して感想とかって何かあったりしますか。僕は、はい、よくやってくれたなっていう感じですね、はい、こまめに現場もここに顔出してくれてたので、はいはい、もう細かいところまでちゃんと、はい、でも行き届いてるので、はい、あ
目的にはかなり、はい、今回ね、はい、その塗装の仕上がりに関してって、うん、はい、あの実際に施工してみてどうでした？100点満点中100点って多分ちょっとあれだと思うんで、本当にリアルなあの辛口なコメントで全然構いませんので、まあ僕も職業柄こういう仕事をね、はい、あの建築系やってるんで、はいはい、その中でも、はい、100マックス100だとすれば95。ありがとうございます、ね、あと5点はどこか、まあ、あのちょこちょこ、はい、あのなんだろう、タッチアップ、タッチアップの部分があった、それが5点だな。最終的にちょっとそこら辺は、いや直させますんで、はい、完璧、あの、うん、僕もいろんな塗装業者さん見てきてるんですけど、はいはい、の中でもあのすごいうまいし丁寧だし、ありがとうございます、あのよくやってくれたなっていう感じ、はい、はい、ありがとうございます、はい、本当に、はい、大満足です、はい、なんでちょっと僕も、はい、まあ、横浜のスタイル責任者っていう立場でやらせてもらってて、はい、正直まあそのなんだろう撤退って、うん、まあ、正直考えたくない部分ではありますし、はい、まあ、できればやっぱりその今後もやっぱり存続させていく、はい、必要はあると思うので、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すみません、はい、よし、どうしました？困っちゃうね。いや困りますよ、こんな座ってやるのは。硬いですもんね、多分これ。硬いな、緊張するね。そうなんですよ、めちゃくちゃ噛むのあるし。はい、はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様です。じゃあ今日は一応横浜店が2周年、お2年経ったんです。実際まあその現場管理とかいろいろ携わってもらってて、まあ、職人さんから見る桜下さんとまあどうなのかとか、例えばまあ僕については正直まあその目標意識が低いっていうのと、下を使うのが下手くそだ。正解。正解なんですよ、ね。正解。もともと苦手なんで。下手だと思います。苦手なんです。無理だと思います。みたいな。苦手なんです。うん。もっとだってやれないかもしれないけど、チャレンジさせないと、それは伸びては来ないよ。そう。やらせないと、そう。やっぱり。やれ自分で全部やっちゃうから、うん、下は伸びてこない。そう、俺なんかもうやらせてやらせて、ちょっとよかったらすぐ褒めちゃうから、はい、そうなんです若いの、はい、やらせてなかったというのがやっぱり悪いですし、あとはもう本当にさっき言ったその数字的な目標で、うん、今の数字で満足してないか、うん、で、まあ、してるよね、まあ、してぼちぼちしてるよね、まあ、まあ、目標は高く言ってたじゃん前、まあそうですね、うん、目標はなんで、まあ実際にそのじゃあ人を雇って、うん、で店舗を増やしてっていうところまでお前は今見えてるのかっていうので、うんうんうん、社長に言われて、うん、言われるだろうね。そうなんです、言われるよ、俺だって思う。結局はもうその職人さんたちが実際思うところ、うん、僕たちに関して、うん、まあ、うん、やっぱチャレンジさせてないから、そうですよね、伸びていかないよね、結局自分で一通りこなさないと、そうです。なんで、それで自分で、まあ、ああ、こここうした方が良かった、失敗したってさ、はい、こうした方が良かったなっつって、次へこう、はい、改善されて伸びていくんだから、普通になんとなくじゃあさ、無理よ、そうです。うん、今ってもうやっぱり数字落とさないためにも自分で結構回っちゃって、うん、そうでしょ、やっちゃってたりする、数字落としたくないから自分で確実に自重したい、それじゃあね下は全く伸びてこない、一人でやってるようなもんだよ、それも完全に言われたそういうことなんだよ。なんで、うん、とりあえず、まあ、桜下さんと話したのは、うん、まあ10月から、うんうん、いいんじゃない、やっぱ慣れが必要だからさ、1個やっぱ取れ、だんだんこう、はい、どんどんいろいろ積み重なって、はい、受注ってできるようになる、はい、どこの会社だってと、まあ、もちろんそれは最初はもちろんできないな、うん、みんな同じなんで、センスもあるだろうけど、はい、やっぱりねこう、そうなんですよ、感じるもんがあるはずなんだ絶対に、職人だってそうだよ、はい、俺だって若い時はそんなじゃなかった、時代が違かったから、はい、今は感じるものがあるからさ、まあ、ニーズに合わせて、ニーズに意外と合ってんのよ意外と俺他でも人気なんだから、はい、うん、なんで
うちの仕事で本当に埋められるように、うん、頑張っていきます、うん、それお願いします、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、まあ、いろんなあのメンバー増やして、うん、あのやってきますので、うん、はい、なのでこれからも、はい、ちょっと横浜店を、いや、こちらこそ、はい、あのよろしくお願いいたします。はい、大丈夫かだけイグアナちゃんとか撮っていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、連れてきますよ、もしあれだったら。 なんかの差し込みに使えそうなんですけど。できちゃう。あれですよね、尻尾がめちゃくちゃムチみたいなんですよね。そうです、そうです、そうです。動物めちゃくちゃ好きですよね。マンちゃん、マンちゃんも3ついてきますもんね。まだちっちゃいもんな。もっと大きくなるんですよ。まだまだ大きくなるんで。2メーターぐらい。顔も全然あと3倍3、4倍ぐらいになるよ。あとはこのままこうでかく見てくる。長さはもう限界ですかこれ。いや、あとちょいぐらいですね。はい、